皆さんこんにちはレックス専任講師の森山です合格発表後から学習を再開する課題このようなタイトルのところでお話をさせていただければと思います 令和3年度の司法書試験の合格発表筆記試験合格発表がありましたそれを受けて勉強再開しよう令和4年度の試験に向けて再開しようという方もいると思いますそのような方が残りの期間でどのように勉強すればいいのかこんなことについてお話をしていきたいというふうに思いますまだ勉強ですね再開できる気持ちになってないとギリギリだった方なんかは本当にこう気持ちがなかなかですね前向きになれない方もいると思いますそういううい方はしっっっかり休んでもららてやる気になったらこう やり始めるということでいいかと思いますがよしやるぞって言った気持ちにはなってるけれどもどういうふうな勉強すればいいのかということで迷われている方もいると思うんですねそういう方がどのように勉強すればいいのかについてお話をしていきますまず気をつけなければいけないことなんですがまあ、画面にも出てますがこれから学習を始める方が注意しなければならないということ デックなんかでの中上級講座夏から始まるものもあるし9月から始まるものもあります場合によっては7月から始まるインプット講座なんかも用意しておりますこれから始めるということは時間がないということを意味します残りの期間というのはもう少なくなっておりますしかもそれが一刻一刻と毎日毎日少なくなってますよねどうしても効率的な学習が必要になります そのために必要なことは一体何だろうかということなんですね。やみくもに勉強しても時間がなくなります。残りの時間は意外と短いんですね。それをどのようにすればいいのか。 諦めが肝心ってことですよく講師は最後まで諦めるななんて話をしていきますが今回お話をしたいのは諦めが肝心だということ残りの期間が少ない勉強時間が少ないということはいくらそれを一生懸命勉強時間に充てたとしてもいかんせんやろうと思ってることは全部できないわけですそれを諦めるということが大事なんですね合格を諦めないそのためにやるべきことを絞っていくことが必要になりますまず一つ目 ゼロからのインプットを諦めろ残りの期間短いですからもう一度例えばインプット講座を受けるようにゼロから例えば民法の最初のところから全部インプットしていこうというようなことは諦めてくださいということなんですねまず一つはそんな時間ないでもう一つはこの合格発表後から始めようといった方は例えば基準点をクリアして インプット多い方できている方が多いと思いますそういう方があまり不安になってもう一度ゼロから始めなければというふうに思ってしまう方も多いんですがそんなことはありません頭の中にきちんとあんだけ勉強したことは残ってます直前期に あんんだけ詰め込んだことは結構残ってますもし忘れてることがあったとしても1回思い出してしまえばあそうだったなといった形で思い出すことができるようになるはずなんですね。だかでもう一つはインプット講座まあインプット講座に限らずインプットをテキストでやっていこうってことに関してはどうしても受け身の勉強になりますから、うん、今年受かればよかったなんてことを思い出す。 ことになかななってかか集中できませんねですからこの時期この合格発表を受けて勉強を始めようって方はなかなか集中できない勉強に身が入らないというのは当然のことなんです。その思いですね結果を 叩きつけられてじゃあ勉強に集中してくださいって気持ちを入れ替えた入れ替えられるという方はいいですけれどもそうじゃない方も多いしそれが普通だと思うんですですからインプットで受け入れ勉強をやってしまうとどうしても思考がそっちの方に行ってしまいますから強制的にアウトプットをやっていくということがいいのかなというふうに思いますその意味でゼロからインプットをもう一度丁寧にやっていこうというふうに思いがちではあるんですがそれは諦め 2、えー、つ目、過去問解くこと、諦めろ。でこれもですね、過去問というのは受験生の共有財産です。で過去問から出題されたことは解けなければいけないし、で過去問で出たことはしっかり取れるというのが、やっぱり合格への近道ということになります。ただ、いかんせん過去問というのは、 全部解くのに時間がかかります合格ゾーンを全部積み上げてしまうとすごい高い、えー、こういうですねことになっていくということになりますから分厚くなりますよね、えー、全部解こうと今からやってしまうと他の勉強はできなくなりますで、アウトプットもしたいという方安心してくださいそのために等練があるんです等練、えー、では過去問の代わりになるような特にこの秋の時期の等練というものに関しては基礎的な論点も過去問レベルの問題も入れております、えー、直前期になると過去問やってますよねってことで それよりり論点をを出しててくるここともああますがののの時期の答錬は本当にに番過去問問近いレベルの問題を集めてあります人によってはあそのような問題はもう過去問で十分だという方もいると思いますがこの時期そのような答題をやっている意味というのはやっぱり過去問を解く時間がないですからそれを答題で代替するということにあるわけですねだから過去問はもう全部解かなくて結構だし過去問もう解いている方に関しては直前期にまた解けば 十分だしそれ以外の勉強もやらなければいけませんから過去問を全部やろうというふうに思わなくても大丈夫ですとにかく時間がない中で何ができるかですよやりたいことを全部できるわけではないので諦めが肝心で3つ目理解することを諦めろこれもですね理解して記憶していくというのが勉強の王道ではありますが 理解しているだけで点数が取れるものではないし理解してなくても覚えていれば点数が取れるんですねだから理解してないから不安だとかこれ一番上のインプットにも通じる話ですがじゃあインプットしてからアウトプットだというふうに思う必要はありませんどんどんアウトプットして分からないところはテキストに戻るということで十分です とということで全部ゼロからし,しらみつぶしにやろうということではなくて分からなかったら戻るというような勉強でいくことによって効率的な勉強をしていこうということになるわけです。ということで全部することはできないから、まあ、これが唯一の道ってわけではないですよ。ででも皆さんの中で 確実に言えるのは諦めが肝心全てのやろうと思っていることっていうのはすすごくやるるる気があればあるほど大きいいこととになると思いますそれを全部やる時間はないですからとにかくやるべきことやろうと思っていることではなくやるべきことに集中して勉強していくということが必要になります。 冬練の意義と書いてあります。で、そのために一番いいのはやはり冬練だと思います。もちろん時間がたっぷりあって早くから勉強を始めようって方は、もう丁寧なインプット講座なんかを受講して、もう一度基礎から構築していくというのは王道かもしれません。でも今から勉強して知識をまあ今までの溝を埋めていく、えー、こういうことになればやっぱり冬練が一番になります。まず。 自分の弱点を埋めることができます間違った問題が自分の弱点でそれをテキストに戻って復習をすることによってもう弱点を中心とした勉強をすることができるんですそれはインプットのようにもう分かっていることを全部やっていくっていうのは時間の効率的な あ使い方とは言えませんからわからないことを中心にやるためには登錬を強制的に解いてそこで間違った問題があれば復習するとこういうふうな勉強がいいかというふうに思いますえ特に登錬の使い方としてえ予習をして登錬を受けるってやり方もあるしあとはどうしてもですね勉強に身が入らないよっていう方これいたしかたないことではありますが登錬を受けて復習するというやり方もありです登錬を受けて弱点が分かったらそこが弱点ですからその部分の過去問答その部分のテキスト と読むそうすることによって苦手分野にお中心に過去問とかインプットができるわけですよだからまずは等連を受けてみるというのが一つ有意義な勉強法になっていきます2つ目解放テクニックを身につけることができるで勉強というのはインプット だけではないんですね。それを得点化できなければいけない。え、特に、えー、令和4年の試験、きちんと点数取るためにはインプットだけではなくて、テクニックまで身につけて、得点力をつけていかなければいけない。で、そのためにインプットはインプットです。得点力は得点力ですって別にやるのではなく、答練を受けることによって両方が一気に身につきますから、かなり効率的な勉強をすることができます。で、基礎、応用、改正論点をバランスよく出題というふうにレックの答練なってますから。 例えば過去問の代わりに「答 o が使える改正論点の勉強の代わりに「答 o が使えるということになりますから解説講義も受けることでまんべんなくこの辺りをローラー的に身につけることができる効率的な勉強をすることができるわけです。ぜひこれからの勉勉強強をを使ってて効率的な勉強をしてほしほいいとうううふうに思うんですね で、トーレン使った時のスケジュールなんですがまずは秋のタームとして、えー、土台作りのトーレ練それから第2タームとして今度は実践的なトーレンがあります。で、こちらの方ではもう私が私の言葉を使えば第1直前期ってことでもう直前期になる前に直前期みたいなる勉強していくということになるわけです。でいよいよファイナルトーレ練が始まると直前期といった形で今まで勉強したことを本当に暗記演習シミュレーションといった形で実際に 公開模試、スーパー公開模試などもありますから、もうこれを最後に詰め込んで令和四年の試験に絶対合格とお言った形になります。で、このようなスケジュールの元で勉強していくと一番いいというふうに思っております。で、合格発表を受けてこれから勉強するというのはもう非常にこう決意が必要になると思いますし、なかなか辛い作業もあるかと思います。ぜひ一緒にですね勉強して令和四年こそ剣と将来しっかり合格を。 勝ち取っていただければと思いますでは最後までお聞きいただきありがとうございました